コラボス、大阪五十山。パオ。おらおら。おはようございます、皆さん。時刻は9時25分になっております。今日はここ、じゃん、近鉄は滝谷不動駅にやってまいりました。今日はここから大阪五十山第42山だけ山だけ山だけ山に登りたいと思っております。コースはどうですか、親玉。滝谷不動産へ今から行って、滝谷不動産行ってからだけ山に登って、だけ山に登って一回ちょっと降りて、何ですって、一回降りて、一回降りて金泰寺山、金泰寺山で河内長野の駅を目指します。はい、全部で今日は14キロほどですかね。はいね。迷わず行ければそういうことになります、はい、なんか立派ですよねこれね、うん、で私個人的に思ったのが、ここに来るまでに PL の塔がむっちゃ大きく見えたんですよ、うん、私あれは大鳥から遠く見下ろすもんやとばっかり思ってたから、うん、もう目の前にあんな大きい塔があるのがちょっとびっくりして、うん、皆さんもこちら訪れる際はぜひちょっとね、うん、地図あるわ、うん、見ていただけたらPL の塔、ね、ああいうなんかビジュアルやったと思わへんくてびっくりしましたね、うん、はい、今はロケ地ってないよね、なんかロケしたんかしらね。河内長野駅。今あれやで、ここやで。あ、そう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 。で、ここです。そして今行くのが、はい。で、ここ岳山。カンプの宿があるらしい、ね。で、龍泉寺に行って、で、この辺が多分あの。なんか見どころいっぱいな、うん、これなんか迷わなさそうな気持ちがしますね。いや、わからんよ。はい、それでは今日も元気に行ってみよう。なんか向こういっぱいなんか書いてある、うまや、ちょっと渡るの、うん、危ない危ない、あ、小学生の絵画コンクールみたいなやつかな、みんなが桜を描いてんねんな、あ、季節がね、どんどん変わっていくんやね、これ、うん、かわいい、うんうん、これは石川です。おお、大和川から分かれてます。なんかあれやね、優しい町づくりって感じの、素敵素敵。純喜さん、働きやすくなって1週間経ちましたが、どうですか。そうなんですよ、無事ね、1週間月曜日から金曜日まで、はい、お仕事させてもらうことができて、はい、できてるんですか、ちゃんと。いっぺん教えてもらってもね、うん、あ、しまった、忘れたみたいなことがあって、もう本当申し訳ない、まだね、いろいろ迷惑かけちゃってるんですけど、うん、でも、皆さん、すごくね、親切に教えてくださってね、うん、これ、冗談抜きで、私、今までした、何でも転職、何度かね、してるんですけど、一番ね、働くって楽しいなって、正直感じてるんですよ。よかったね。うん、自分一人で何でもかんでもやろうと。はい、したら逆にあかんくって、はい、もう、あ、こっちお願いしていいですかってこっちに行ったりとかね、うん、あ、さっき言われたことできてなかったんですけどごめんなさいって言ったら、いや、いいよいいよ、そんなこっちでやっとくからとかね、
ああいう助け合って仕事できるっていうのが本当心底ありがたいなって。小学校の給食ですね。そうなんですよ、はい、しかもその給食がめちゃめちゃ美味しいんですよ、ブドウパン一つにとっても自分の時代のブドウパンはもう、うん、私大っ嫌いで一個ずつブドウ抜いてたんですけどね、うん、ああいうべちょっとしたブドウじゃなくて、うん、パンももちっとしてるし、うん、ブドウ、まあ大人になって干しブドウ好きになったっていうのもあるんやろうけども、うん、でもクオリティがむちゃむちゃね、うん、私の時代とは比較にならんぐらい全てにおいて高い。あの保温のジャーとかも20度とかになってるからスープとかも熱々でいくんですよね。やっぱり自己式給食ってすごいんやなってね。子供たちが取りに来るんですね。そうなんよそうなんよ、うん、返しに来んのもね、うん、ごちそうさまでした、美味しかったです、美味しかったですで給食の時間になったらね、声がね、うん、いただきます、いただきます言ってる声が聞こえてね、自分でもああいう声にこんなに癒されるって思ってなかったから、なんかね胸がねじわーっとねこうね締め付けられるようなね、ああこういう子らがこうやって食べてくれてんねんなと思うとね、うん、嬉しさ極まりない。よかったね。いやこういう機会にね恵まれてね本当幸せやなと思って感謝しかないですね。ピチュンピチュン、はい、すいませんね。ジュンキチキチュン、また後日ですね。あ、そうですね。後日ですね。そうですね。あの鮭と青のりとごまをいってあのご飯にかけて食べるやつがすごい美味しかったんですよ、はい、美味しかったメニューを再現してくれる。そう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 、やってみます、はい、家庭バージョンで。ご期待、ご期待、イエイ。わー立派、うん、へー立派。西国33諸島へと、あの現在地あの左端の方らしいですよ。多宝島、まずは本堂をお参りしながらな、うん、はい、多宝堂に向かってます。気がするわ、うん、そんな焦らんでもね、ゆっくり楽しもう。多宝堂です。はい、立派やな、はい、ここの不動産の真ん前にこの入り口があります。お城があったらしいです。うん、小高いところに作るとね、よく見えるよね、うん、こういうちょっとした野の花とかタンポポとかもね、うん、都会じゃあんまり見ないからね、すごい懐かしい。この間の菜の花美味しかったな、ラッキーガーデンで食べた菜の花、うんうん、わーすごい。カエルの大合唱を聞くださ、はい、うん、ゲコゲコ。ちょ早いよな、やっぱ季節5月ぐらいじゃん。せやな、いつも萩王館の時に泣いてるな。やっぱあったかいんやで。お、ちょっとビビってた、黙りよったゲコ、ゲロゲロわあ、なんかいいね、うん、うん、あの正面に見えてる、左側に見えてるところかね。うん、かね、うん、これかな。お、中高やん。お、中高一貫校なんや。えらいところにあるな学校な。あ、ここがみかん。うんうんうん、果樹園って感じやな。みかん狩り、うん、山彦園、うん、
ずっと舗装路です。金剛山と葛城山。どっちが金剛ですか？こっち。こっちが葛城。こう谷になってるやん。あ、ここはあのほら。水越しか。水越し。水越しか。うん、それかこれ繋がってへんからこう一回降りてよ頼む。こっちの方が二条山の方。意味なく起こる水越し。記憶に新しい水越し。こっちが牧野ね。そうそうそう。牧野は見えへんのじゃ、もっとぐるりと回ってるから。いかにも急走やわ。左か。はい。あの葛城金剛がこのアングルでこの近さで見えるっていうのがなかなかないので面白いな言いながら歩いてました。うん、はい。そしてここを左です。シャドウエーが曲がる。あれやね。そういう感じやね今日は。すごい。おおすごいよ。大トレが一望。二条山、岩橋山、葛城山、金剛山。これすごいやん。うん。ようこんなん全部歩くよな。まつげはね、だこから自分で思うわ、すごいわ。これは面白いな、位置関係が。こんな風に見えんねや。でも、リュウちゃん通らんかったらね、これが金剛山って私は分かってる。メイキングですか。お待ちくださいませよ。こうやって自撮り棒をセットして。自然豊かやね。これがカンポの宿でした。これ立派立派、うん、左に入ってこのフェンスに赤いリボンがついてたんですよ。ほんまやな。あの八重桜がいっぱい咲いてるところを、まあ、知ってたらすいませんけど、まあ、テニスコートのところ何せ入ります、左に、うん、なんの案内もないな、これ。しかしな。一応テープが巻いてあった。あー、ここや。あー、ぽい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 、うん、78って書いてる、うん、まあ、三角、はい、時刻は10時39分。10時39分、はい、距離は8って、あ、待って、ちゃうちゃう、 4.7キロ。近っ。だっホラポス大阪五十山パフは第43座岳山に登頂しました。失礼します。タッチやりました。登頂登頂、はい、これね、木立がなかったらよう見えるんやろね、向こう側はね。え、そして我々はこれから、いや、もう一個あんね、山頂が、はい、もう一個の山頂に。そこかね、ちょっと思いつかへんけど、私にはモミジに見えるわ。モミジやんな、桜、モミジと桜。すっごい綺麗なんですけど、もうこれ満タンやで、重そうやもん、枝がモミジ。なんでやねんね。ほら、ここの額の部分がさ、さくらんぼちっちゃ。で、これが売られてんねや、こうピュってな。で、赤ちゃんだ。かわいいよね。この時期ならではのこの姿もまたね。ワクワクですよ、いよいよ景色が。お、ドキドキ。おお、あ、ベンチもあるやん。おお、すごいやん、ピーラルと見えるぞ。近っ、PL 近っ。すげえ、休憩しよう。おう、いやー、いつも見る場所が違うアングルから近くに見えるから本当面白いね、ここ。おー、すごいやん。これ、あえてこっちの方が、でも並べた方がいいか。うん、よっしゃ、やったな。やったね。今日のおやつタイム。今日のおやつはね、今日はね、出発時間が割とゆっくりだったんで、パン屋さんが開いてから、いや、今日の焼きたてパンをね、買ったんですよ。まずは春らしく三色あん入りパン、これなんか桜とか何やんやったかな。 ありがとうございます。ウエッティいただきました。
これ3種類あん入ってるらしいです。でりゅうちゃんは好きな卵パンで、ちょっとドーナツ買っちゃった。ドーナツとで、これ何やったかな、今なんか韓国で流行ってるみたいな、こんなやつ買いました、総額800円だそうです。どれ食べたい、りゅうちゃん。卵パン出た。まあこういう何の変哲もないのが一番ね、惜しかったりしますけどね。はい、うん、私はちょっとこれ、これ楽しみようかな。じゃだだだんだんだん、ジュンキチキッチン。いや作ってない、ごめん。卵パン、おイエーイ、パウパウ。ジュンキチキッチン手抜き中。あーこら、うん、給食で疲れて手抜き中。ちゃんとご飯も作ってるよ、うん、悪いことばかり言うとあかんよ。おーこれはいいね、アングル、うん、おいしい、おいしい、よかった。わー、あのね、便利に使えるもんはね使わなあかんよ、そんなね、うん、あの何でもかんでも全部一人でやろうと思ったらあかん、うん、いただきます。うん、これニンニク風味すごい、ちょっとリュウちゃん苦手かもしれない。うん、美味しいよ。うん、アンパンもね、お見せしたいですね、これね。どこから行く？桜？うん、うん。こう、桜の塩漬けが乗ってますね。あ、すごい可愛い、ピンクや。はい、うん。塩漬け自分の方に乗せちゃった。うん、まんじゅうみたい。うまい。うん、めっちゃピールのとこ見えるわ、うん、じゃん、うん、あんな形やって知らんかった。2個目は普通のこしあんでした、うん、そして最後のこれがちょっと黒豆乗ってるのが、うん、ほら見て、すごい凝ってるわこれ、めっちゃ、うん、抹茶か、抹茶なのこれ。いや抹茶じゃない、抹茶とは書いてなかった、うぐいす、うぐいす、うぐいす豆や。あ、コケキョ。味はどうなんですかね、コケキョ言うてはる人。分からん。分からん。もう卵パンが一番美味しいんかな。うん、ほけきょ、ほけきょ。いや、うごいす豆の味がするわ。うん、うん、思ったよりあんぎっしりで美味しかったね。これはルフランっていうパン屋さんのパンです、美味しい。うごいす豆ってどんねん。スーパー行ってこらんよ、あの煮豆コーナーにうごいす豆ってバーって、うごいすの色に似てるから、ちょっとちっちゃいグリーンピースぐらいの大きさの。はい、時刻は11時3分になっております。距離は 5.3 キロ、はい、すごい気持ちのいいね場所だったよ、うん、ここじゃーんって感じ、うん、このシンボルツリーね。ね、花火丸見えやろな、うん、夏にはっていう感じの場所です。音出し取り300円だそうなんで、ここで手を合わせていきたいと思います。はい、はい、終わります。はい、ありがとうございました。で、この道をまた、はい、11時21分、はい、流線で出てきました、出てきました、出てきたというか入ってません、中にお金がいるのでやめました。うちのリュウちゃんはこうなんですよ、何も俺がセコンだ。はい、ドラえもんの方に行ってみます。はい、ここに登山口ってね、何気に書いてるんですよ、うん、なんでちょっと通過できるのかどうかわかんないですけど、うん、ドラえもん入ってみます、うん、これザリガニのボートなんやな、うまいこと作ってあんな。桜発見。発見、発見、おつつじ、つつじ発見。暑くなってきました。山頂には行けません、一回下山せなあかんって。あ、なるほど、どっちなんやろな、しかないな。
その人もちょっと迷いかけて。ああなるほど、背景コース 1.5 キロ。ああこれはあれやな、気づかなかったな、うん、ご親切に教えていただきました、うん、あなるほどなるほど、こっちのね大きい舗装路にばっかり目が行っちゃって。はい、本日初めての山道。やりました。ハイキングコース 1.5 キロというからにはこれ 1.5 キロぐらいあるんですかね、きっとね。20分ぐらいって書いてあったんで。やっと土の感触を味わうことができました。いやこの優雅なチーチーパッパーチーパッパの音楽とね、うん、あ音楽が優雅な気分になってくるね。ザリガニ釣り大盛況やね。めっちゃお客さん入ってました。上金剛、小坊大層です。こういうところにも来てはるんやね。優しいお顔やね、こちらの大師さん。あこの上にあんねんな。あそうやね。どうする、もうやめとくか。うん、ここから手合わせとやめます。はい、参道だけ見ました。はい、で、我々はこっちです。めっちゃすごいやん、ここ岩礁寺。こう、もうね、新品の匂いがしてるよ、プンプン。この石段を新しくしたんやな。すごっ、仁王さん、すごい。ここも植えるんかね、なんかすごい。はい、下山して、街中を歩いてます。はい、あと残り4キロを切ったところ、感じですね。どうでしたかね、龍二さん、今日のコースは。いや、まだですよ、もう一座行きますからね。あ、そうですね。メインは終わったけど、サブはこれからですね。はい、私はね、ま、桜満開の時期もいいけど、桜が散った後のさくらんぼができる様子だとかね、うん、うん、楽しかったね。明日からまた給食作りですね。はい、明日はあれですよ、マグロのオーロラに、オーロラソース。もう毎日食べんの方も楽しみ、食べる方も楽しみ。自分じゃ作らへんもんやからね。これ分かりやすいね。富田林で一番高い山。へえ、かわいい。あ、ここに道あるね。はい、テクテクマップもありました、今そこに。おポストからいただきました。ではテクテクしましょう。はい、本体で。クスノキ七条の一つ、根体寺城の跡やて。へえ、展望は素晴らしい。一番大門跡やて。へえ、仁王さん。おお、めっちゃ泣いてます。馬回し、はいはい。ここで馬さん帰るのね。子供たちがたくさん来ました。ちょっとね、初めてやると滑るんで怖いかもしれないですね。大泣きしてました。まもなくですね、中間展望台が次ありますよ。はい。結構急です。あ、そうそう。おお、中間展望台、12時19分。距離は 10.5 キロ。あ、ここが一番のピークかな。ああ、すごいやん。
見える風景が角度が違うとまた面白いな。ピエールどこ行ったんやって感じ。ピエール右の方や。おお、すごいやん。うん、爽やか。こんにちは。こんにちは。六甲山？あ、ちょっと霞んでるけどね。時刻は12時25分、はい、距離は 10.7 キロ、はい、金泰寺山番外編タッチ、やりました、登頂しました、イエイ、タッチ、イエイヤマップに出してあった。あなんかさっきも近く見えるな、カツラギ、すごい、おもろ、いつもあそこから登ってんねんな。そうそうそう、へえ。こうしてみるとやっぱり金剛山の方がちょっと大きいんか。そうだね、うん、ここの登り口はやっぱり水越しって感じやろ感じやろ、うんうん、金剛山大きいけどなだらかや、うん、水越しな、そう、水越しって感じやわ。岩橋はあっちらへん、うん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 、まあ、もう岩橋って感じや、はい、12時30分下山開始します、はい、開始します。この木にはね、いろいろね、これがクスノキ、花水木、これソメイヨシノ、こっちソメイヨシノ、書いてあるから、へえ、この木がそういう名前なんだと思ってね、わかりやすいよね。下山の向きが違うと風景が全然違うから面白いね。これ結構急やったから登るの必死やったのよこんな景色やったんや。そりゃ子供たちも泣くでこれちょっとな、怖いやろな、うん、こっちや、うん、これトイレなんや、うん、トイレがあるんや、親切やで。ここ、あ、ここにトイレがあります。結構急やで子供目線。竹林がすごく気持ちいいです。リュウジの華麗なる走りをご覧ください。お危ない、大丈夫か、おっさん、追っていきたいと思います。うん、やっぱね、竹林は涼しい感じするよね。はい、では選手交代。お、ついていかれへん。なんか言った？ついていかれへんはい、12時41分。はい、柵のとこまで戻ってきました。ここが駅で、今ここです、はい、時刻は13時4分、距離は 13.3 キロ、はい、今日はね、ネットであらかじめ調べたこの丸福さんでお昼をいただきたいと思います。はい、これ、はい、終わりましたね。イエイ、13.3 キロでした、はい、ライス食べ放題らしいです。はい、ちょっと行ってみましょうか、はい、マルクさんで乾杯。冷えてる、うま、最高。お昼の定食を頼まず一品を頼みました。はい、こういうの食べたかった。ホタルイカのお気づけです。美味しいです。
はい、お作りの盛り合わせができました。はい、昼でも言えば夜のメニューを出していただきました。では遠慮なく。ホルモン鉄板焼きがやってまいりました。ご賞味ください。もうまそう。うん、すごいいい匂いしてるよ。ホルモンね、美味しいよね。うん、おいしい。来ました。美味しい顔いただきました。私もいただきます。うん、うん、程よい味付け。うん、では行ってみたいと思います。そば、いや、ぽいけどうどんと書いてあったね。うん、鶏天定食、チョイスで焼肉唐揚げお願いします。うん、ヤオさん入れすぎない？腰がすごい、腰が。うん、後からよもぎの味が追いかけてくる。うん、すごい腰やな。腰がすごい。鼻からよもぎの香りが抜ける感じ。うん、うん、これ美味しいよ。うん、美味しい。私の手に対してこんな感じですね。じゃあ、だし巻き卵が来ました。なんか黄身が濃いよね。うん、しっかりだし巻き卵っていう感じやな。うん、卵って感じ。うん、はい、締めのエビチリソースが来ました。ちょっと変わってます。美味しそうよね。どうぞ。ありがとうございます。ちょっと行ってみたいですね。丸ふくふうらしい。ちょっと掴んだ時から柔らかい。うん、うん、鶏からかと思うぐらいな。衣がしっかりしてるからすごいエビチリの味が絡んでる。うまいね。なあ、衣がちょっとちゃうよ。唐揚げっぽいね。ね、鶏の唐揚げっぽいよね。うん、で、後から辛さが追いかけてくる感じ。うん、どうなんでしょうか。うん、そうか、お前分かんない。分かんないです。はい、カット。これ完全に当たりの店でした。はい、美味しかったね。美味しかった。何食べても美味しかった。昼の定食を食べてる方多かったんですけど、鶏天定食もすっごい美味しそうやった。揚げてる音からして美味しそうやった。若い女の子が食べとったわ。鶏天定食美味しそう思った。神秘さん、締めに定食頼もうか言ってはりましたね。いやでも、よう考えたら定食ね、ご飯おかわり自由なんですよ。うん、2人で1個頼んでおかわりとかしたら申し訳ないから。うん、っていうのもあるからね。1000はおかわりなの。すごい。いや、河内長野にお越しの際はぜひね、おすすめですね。はい、ね、駅から徒歩5分ぐらいですかね。はい、はい、美味しかったわ。はい、昼飲みできるのが最高。はい、これ、はい、我々の今日の50山終わり。それでは皆さん、またねー。うん。